五箇山は遠い寿永の昔、源平の戦いに敗れた平家の一門が隠れ住んだところ、そんな風に言われています。麦屋串は平家の中途たちが慣れない手つきで田畑を耕す合間に歌い踊ったのが始まりと言われています。古風で礼儀正しい、そして節度のある踊りの中に、お中途の心情を汲み取ることができます。舞台は越中五箇山麦屋串保存会の皆さんです。それでは麦屋串の男性の笠踊りからどうぞご覧ください。麦屋串でした。続いては早麦屋です。五箇山麦屋祭りが行われているこの下梨地区には麦屋と名の付く人形が3つあります。歌のテンポは元歌の長麦屋、麦屋節、そして早麦屋節と次第にテンポが速くなっていきます。早麦屋は女性の海外しさをたたえ戯れる作業歌です。それでは早麦屋です。どうぞ。
Thank you.
四つ竹を手で鳴らしながら歌うので、この名前が付けられました。明治時代の半ば頃の五箇山の情緒を表現したものです。産業をたたえ、文化をめでて、厳しい自然を歌ったものです。踊りの中に山里の暮らしを神様に祈るかのような、そんな所作も入っています。続いては、四つ竹節です。どうぞ。Thank you.
きました。その踊りを大正時代に舞台用にアレンジしたものです。それでは海や女性の手踊りご覧ください。Ah!
宮節の元歌、長宮節を報告したいと思います。この長宮節は、ここ岡山では、いわゆるとしまして、今なお歌い続けられているものになります。ではお送りします。終了でございます。さあ、この後は